低等権移転登記とは日本における登記の対応の一つで低等権の承継を登記することである。本校では不動産登記における低等権移転登記について説明する。低等権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として低等権移転登記が必要となる。その方法は一般承継か、 特定承継下によって一部手続きが異なる。一方、債務者につき承継が生じた場合、登記事項の変更であるので定当権変更登記をすることになる。なお、本校ではね、定当権を含まない、普通定当権の移転登記について説明する。以下、定当権とあれば普通定当権を指すものとする。値、ね、定当権の移転登記についてはね、定当権、移転登記を参照。 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。ここで言う、一般承継とは、全提当権者の有する権利、義務の一切を承継することである。包括承継ともいう。自然人については、相続が、法人については、合併が当てはまる。なお、会社分割も、一般承継ではある3月30日民に867号通達、第1から3が、 登記手続きは共同申請で行う。よって、本校では便宜特定承継の項目に含めている。絶対的登記事項は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、登記権利者の氏名または名称及び住所並びに、登記名義人が2人以上であるときはその持ち分、順位番号である。相対的登記事項は、 第一申請によって登記した場合における、第一者の氏名または名称及び住所並びに、第原因である。共有物分割禁止の定めについては、あらゆる定等権移転登記の場合の登記事項と、できるかどうか争いがある。本校では、上記の登記事項の内第一申請に関する事項、以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。 申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記受付調査を参照。登記の目的は、定当権が全定当権者の単独所有であった場合、登記の目的一番定当権移転のように記載し、全定当権者 A と他人 B の準共有であった場合、登記の目的一番定当権 A 持ち分移転のように記載する。全定当権の移転の場合、 当期の目的一番付き一号点、定当権移転のように記載する。当期原因及びその日付は相続の場合は、全定当権者の死亡の日を日付として、原因平成何年何月何か相続のように記載し、合併の場合はその効力発生日を日付として、原因平成何年何月何か合併のように記載する。当期申請人は相続または合併による、 定等権に転倒期は、当期権利者による単独申請で行う。相続の場合の記載の例は、以下の通りである。合併の場合も、同様に、のように記載し、その下に、定等権者として承継する法人を記載すればよい。なお、以下の事項も記載しなければならない。添付情報は、当期原因証明情報を添付する。合併の場合は、さらに代表者資格証明情報も、 原則として添付しなければならない。一方、記述の通り単独申請で行うので、登記識別情報の添付は不要である。なお、登記原因証明情報の具体例については、所有権移転登記登記原因証明情報に関する論点を参照。論点は同じである。登録免許税は、再建金額の1000分の1である。なお、波数処理など、 算出方法の通則については不動産登記、登録免許税を参照。ここでいう特定承継とは、前提当権者の有する権利、義務のうち一定部分を承継することである。再建譲渡が典型例である。定当権移転登記の登記義務者である定当権の現在の登記名義人の登記記録上の表示が、現実のものと異なる場合、当権移転登記の前提として、 登記名義人表示変更登記をしなければならない5月7日民、高百2 6号回等。一般承継の場合の登記事項のほか、相対的事項として権利に関する消滅の定めも、登記することができる。具体的には、特約定当権者が死亡した時に、定当権は消滅するのように記載する。この特約は、定当権移転登記とは、 独立した登記として、不機登記で実行される。債権一部上とまたは一部代位弁債があった場合、当該上とまたは代位弁債の目的である債権の期待も、登記事項となる。民法392条二項公団による、自順位定当権者の代位による、登記の場合、先順位定当権者が弁債を受けた、不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁債を受けた額、 法83条1項及び88条1項の事項も登記事項となる。本項では、上記の登記事項の内代委申請に関する事項以外の事項について、登記申請情報の記載方法を説明する。ただし、民法393条の代委の登記に関する事項については説明する。申請の受付の年月日及び受付番号については不動産登記受付。 調査を参照。当期の目的一般承継と異なり、定当権または持ち分の一部の移転も可能である。その場合、当期の目的一番定当権一部移転や、当期の目的一番定当権へ持ち分一部移転のように記載する。ただし、民法392条に高校団による、自順移転当権者の代位による、当期の場合、 当期の目的一番低当権代位のように記載する。当期原因及びその日付、原因平成何年何月何か、再検譲とのように記載する。以下、当期原因と原因日付に分けて説明する。上渡額または、弁済額例、別表57公申請情報により、申請情報となる。具体的には、上渡額金難円や、 弁済額金何円のように記載する。民法393条による、登記関連先順位低当権者が弁済を受けた、不動産に関する権利は、競売不動産何市何町何番の土地や、競売不動産何市何町何、番地家屋番号何番の建物のように記載する。先順位低当権者が弁済を受けた、不動産の代価及び弁済を受けた額は、競売代価何円及び、 弁済学金何円のように記載する。五順位定当権の登記事項は、法83条1項各号及び88条1項各号の事項を記載する。具体的には、利息や損害金などである。定当権設定登記登記事項も参照。この登記は、大という文言が登場するものの、不動産登記法でいう大申請には当たらないので、 大権因の記載は不要である。登記申請人原則として、抵等権またはその持ち分もしくはそれらの一部を得るものを登記権利者とし、失うものを登記義務者と記載する。なお、法人が申請人となる場合の代表者の氏名等の記載に関する論点は、一般承継の場合と同じである。 申請な登記名義の回復の場合、以前に登記名義人であった者以外の者が登記、申請人となることはできない7月13日民、公選857号回答参照。民法393条による登記は、第という文言が登場するものの、不動産登記法でいう第申請には当たらないので、第一者の氏名等の記載は不要である。 添付情報、登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報または、登記済み証を添付する。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。共同担保関係については、登録免許税で述べる。一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則として不要であるが、 登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。なお、代位弁債が任意代位である場合、債権者に代位するためには、債権者の承諾が必要であるが、当該債権者が登記申請人となるので、承諾証明情報の添付は不要である。また、債権上等を原因として、抵当権移転投機を申請する場合、民法467条の 第三者に対する対抗要件を具備したことを称する。書面を添付する必要はない9月12日民六1636号、回答。したがって、登記記録上の定当権移転登記は、無効であるということがあり得る。民法393条による登記は、大という文言が登場するものの、不動産登記法でいう大申請には当たらないので、 大原因を称する情報の添付は不要である。登録免許税再建金額の1000分の2である。なお、波数処理など、算出方法の通則については不動産登記、登録免許税を参照。共同担保にある数個の抵当権を一転する場合、登録免許税法13条2項の減税規定が、順用される10月14日民、千3152号通達1。 よって、一転登記が最初の申請以外の場合で、前の申請と今回の申請にかかる登記書の管轄が異なる場合、登記証明書を添付すれば、当該移転登記にかかる定当権の件数一件に月1500円となる。この場合、登記申請情報に減税の根拠となる条文を、登録免許税金1500円のように記載しなければならない。 低等権移転登記は不起登記で実行される。したがって、点低等権の移転登記は不起登記の不起投記で実行される。登録免許税法施行規則。e 株法令検索。総務省行政管理局。2007年9月20日閲覧。ありがとうございます。